東京湾で見られた一般的な、セトリの霊セトリとは、洋上において、船から船へ船にを積み替えることを言う。一般的には、親船から小船へ移動の形で行われる。2018年時点、朝鮮民主主義人民共和国の関係者が、国連安全保障理事会の化した、経済制裁に反し、石油を別の船籍の船に、洋上で移し替えて密輸していることが、 国際問題になっている。これに対して各国による監視活動が行われている。日本では港に接岸できない大型船から船にを運び出し小舟で陸揚げするために江戸時代には瀬取りが行われていた。また、下り酒を扱う江戸の損海船問屋の管理下においては下り坂問屋への引き渡しの際に移立した村海船から茶船と呼ばれる橋景を用いた。 セトリが盛んであった。時代が下ると、港の整備と陸上輸送の進歩によりセトリはあまり行われなくなった。現在では、覚醒剤取引をはじめとする密輸の手段として利用されるほか、朝鮮民主主義人民共和国に対する経済制裁に関連して、その周辺国や同盟国、例えばアメリカ合衆国や大韓民国政府、内閣総理大臣、 安倍晋三をはじめとする日本国政府やマスコミは公開上で違法に物資の積み替えを行うこと、洋上で貨物を積み替える形で制裁を逃れる行為などの意味で用いている。瀬取り自体が禁止行為にはされていないが違法行為を伴うためセトリは国際監視対象となっている。国連安保理決議2375号により国連加盟国は 北朝鮮籍船舶に対する、または北朝鮮籍船舶からの洋上での船舶間の物資の積み替えを容易にし、または関与することが禁止されている。これは、核、科学及び生物兵器、並びにその運搬手段の拡散を防止するために行われるもので、朝鮮民主主義人民共和国が数々の国連安保理決議に違反したために採択されたものである。 2018年5月3日、韓国船籍のタンカーが東、シナ海の公海上で北朝鮮船籍のタンカーに近づき横付けしている様子が確認されたが、韓国政府は否定した。しかし、韓国の港では制裁後も北朝鮮産の石炭が何度も搬入されているのが確認されたため、2018年7月にアメリカ合衆国連邦政府は、 韓国大統領文人に対して北朝鮮三石炭の韓国への搬入を奉助して対北朝鮮制裁に穴を開けるのを黙認しないよう警告した。2018年7月にアメリカ合衆国が国連安保理に提出した文書にて北朝鮮が国連安保理の制裁に違反して石油製品を違法に密輸入しているとして中華人民共和国と ロシア連邦の企業を黒幕に挙げた。北朝鮮は2018年1月から5月までに確認できただけで海上で20隻以上の船で計89回にわたってセトリを行い、決議で制限された年50万バレルの3倍以上の石油を違法に手に入れたことが発覚している。スティーブン・ムニューシン財務長官は7月12日の 米国連邦議会会員の聴聞会に出席し、北朝鮮に対する制裁を緩和する計画はなく、むしろその反対。北朝鮮制裁の効果で北朝鮮は交渉テーブルに出てきたと制裁の効果と、その継続を指示した。なお、セトリの取締りは大韓民国軍でも行われており、報道によれば、 大韓民国軍が確認した件数として2017年には60件余りだったものが2018年では130件にまで増えたとされている。また、米国の国連代表部が北朝鮮制裁委員会に提出した報告書では2018年1月から5月までの間のセトリでは89回はあったとされている。北朝鮮のセトリに対して 艦艇や航空機による監視活動に参加している国は2019年時点で8カ国に達している。日本、アメリカが主衆国、カナダ、大韓民国、イギリス、フランス、オーストラリア、ニュージーランドである。監視に従事する艦艇が台湾海峡を通過して移動することもあり、3カ国の交換は匿名を条件に、東、シナ海や 南シナ海における中国への牽制を副次的な目的としているとコメントしている。日本では海上自衛隊、海上保安庁が担っており、重点監視対象の東、シナ海中央部はセドリ、銀座とも呼ばれる。米国財務省が発見したセドリは以下の通り。2019年3月、保守系野党、自由韓国党の白小衆議員が、 韓国軍合同参謀本部から直接報告を受けた内容でのセトリ以下概要2019年4月米政府系放送ボイスオブアメリカが5日に会場で製油など石油製品を北朝鮮船舶に積み替えたと疑われる船を韓国政府がまた抑留中と報じた以下概要なお別の報道によるとこの P 号は韓国船籍 ティーパイオニア号であり、船長とその管理会社を船舶入出港法違反などの疑いで海洋警察が送検した。容疑は2017年9月に東、シナ海の公海上で4300トンの石油製製品を北朝鮮の船に積み替え、国連安全保障理事会の制裁決議に違反した疑い。この船は2018年5月から8月にかけて、 台湾の北 300km の東シナ海上に停泊したことが複数回確認され、2017年以降、27回に渡り、計16万トンの石油製品を運んだ疑いがある、と報じられた。日本国政府により確認された、セトリは以下の通り、国連アンポリ北朝鮮制裁委員会に通報された。平成30年3月に、 国連アンポリ北朝鮮制裁委員会から資産凍結入港禁止の対象に指定された船舶2018年4月28日防衛省はセトリに対する関係国による警戒監視活動に関して状況を公開した内容は以下の通り2019年3月8日には北朝鮮によるセトリの警戒監視活動に フランス軍も参加することが発表された。まず3月中旬に哨戒機ファルコ200が在日米軍カデナ飛行場に派遣され、続いてフリーゲート艦バンデミエールが同年春から東シナ海周辺海域で監視活動に入る。2019年4月、北朝鮮籍タンカーセビール号がセトリを強く疑われ、これが英国と日本の共同での作業によるもの。 とされた。なお、この時点で、英国は、日本の監視活動に関し、海軍フリゲート、サザーランド、同様陸艦、アルビオン、同フリゲート、アーガイル、同フリゲート、モントローズを派遣したと言われる。2019年4月、IMO は、船の登録国を偽造したり位置追跡装置を消して、後悔したりする、北朝鮮などの船に対する取り締まりを強化する装置に、合意。 戦績データベースの構築と位置追跡装置を常時つけておくことを強制するものありがとうございます。